はい、みーままでーす。今日はすごいね、大人気のスキンケアがあるということでレビューしていこうと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタートー。はい、ということで紹介していきます。それがこちらのプラスアイズっていうスキンケアなんですけど、これね、すっごい人気みたいで、なんかなかなか手に入らないみたいなんですよ。なんでこんなに人気かっていうと、ビタンで小顔にもなるし、透明肌が手に入るっていうことで、すごいね、若い子たちに人気みたいで、私もゲットしたので、ちょっとね、レビューしていこうかなと思って、で、2種類あって、こっちがクレンジングになります。で、こっち側の方が美容液になるんですけど、まずクレンジングがこんな感じです。で、これが美容液になります。使い方としては、メイクをした日はこっちでメイクを落として、こっち側のね、美容液でマッサージをしながら塗るとすごいね、小顔になるそうです。ということで、いろいろ喋ってもあんまりね、伝わらないと思うので、今からね、実際メイクを落とそうと思います。その後にこちらの美容液でマッサージをしてみようと思います。で、今日だけじゃまだわからないと思うので、今日から3日間ちょっと連続で試してみようと思います。はい、では早速落としていきたいと思います。まずこちらのプラスエアイズのクレンジングでメイクを落としていきます。開けるとプッシュ式になってます。手に取ります。ドロッとしてる感じですね。顔になじませます。なんか、あわあわになってきた。見えるかな？マスカラも落ちました。落としてる時のテクスチャーは、柔らかいというより、結構硬めですね。多分、ほとんど落ちてるので、流していきます。はい、ということで、メイクは落とせました。マスカラもアイラインも綺麗に取れました。で、洗い上がりは結構さっぱりした感じです。続いて、こちらのプラスエアアイズの美容液で、顔をマッサージしていきます。まず、手に出します。すごーい。あわあわ。で、これを、頬にね、塗るみたいです。あ、めっちゃいい匂い。じゃあ、めっちゃいい匂いです。これ、ちょっと出しすぎたかな。出しすぎたかも。で、これを顔全体に伸ばしていくみたいです。あ、めっちゃ気持ちいい。あ、すごい。もう馴染んできました。この状態でマッサージしていくみたいです。顎をちょっと持ち上げます。ここが気になるので、ここを持ち上げていきます。ぐりぐりしていきます。で、手の温度で温めながら引き上げていきます。はい、ということで、とりあえず1日目はこれで終わりです。どうですかね？変わりましたか？このフェイスラインがシュッてしたような気はするんですけど。まあでもまだ1日目なので全然わからないので、また明日もやりたいと思います。はい、おはようございます。2日目の朝です。今ね、洗顔終わったんで、プラスエアイズでマッサージしていこうと思います。今日はちょっとね、出しすぎたので、じゃあちょっと少なめにやっていきます。匂いがめっちゃいい、ほんまに。はい、できました。どうですかね、フェイスライン変わりましたかね。このまんま明日もさ、やってみたいと思います。はい、おはようございます。3日目の朝です。今日もプラスエアイズ使っていこうと思います。はい、完成です。どうですか、変わりましたか。ここのフェイスラインがすごいはっきりしたような気がします。ということで、プラスエアイズ3日間使わせてもらったんですけど、自分でもね、わかるぐらいこのフェイスラインがスッキリしたような気がします。3日間経って化粧したんですけど、化粧のノリもね、すっごいいいです。まだ3日なんで、これからも続けたらもっとね、シュッてなるんかなと思うんですけど、ちょっとね、しばらく続けたいと思います。で、すごいね、話題になってて、で、人気すぎてちょっと売り切れみたいなんですけど、こうね、いきなりパッて入荷したりするみたいなんで、タイミングが合えばゲットできるみたいなんですけど、まあ、なかなか買えないみたいで、でもね、 LINE に登録すると早速で入荷情報をお知らせしてくれるみたいなので、気になる方はね、 LINE の追加をおすすめします。で、さらに友達登録すると500円のクーポンがもらえるみたいなので、ぜひそれを使ってゲットしてみてください。まあ、LINE の ID はこちらになります。こちらね、概要欄の方にも貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 See you!